んばんちゃーです。パパスです。今日は車両紹介、型式から言ってしまうか、 NCP160V のプロボックスさんなんですけれども、めちゃめちゃカスタムしてくれてまあこちらね、遊びに来てくれはったんで、撮らせてくださいということで、今から車両紹介していきたいと思います。お願いします。で、まあいつも通り前から行こうか、社長、うん、全体行く、うん、パーッと、まあぐるり詳しい、ね、そうですね、詳しい何ついてるかはまた後で、まあ顔、タイヤ壊れたかな、何壊れた、マットタイヤが入って、で、ね、私こういうのめっちゃ好きやね、こういう仕様で、後ろですね、これなんていうのやろ、ケールに、ケールかは、まあ、それでガーニッシュとかさ、ガーニッシュか、うん、うん、こんな感じで一周回ってきたんですけれど、まあ、まずお顔から、うん、はい、解像度はこう、とりあえずこれ、ね、そうですね、うん、ヘッドライト、うん、あとのこの枠はな、うん、だからテールと一緒で、はい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 、これやっぱ作ってるやんな、そうそうそう、これ車外、うーすごいわ、これやね、これがグリルガードですね、うんうん、さっきちょっと言っちゃったけどグリルガードですね、まあそういうイメージ、オフロードじゃないけどね、イメージ、はい、やろな、そっち系でね、だからその万用のタイヤじゃなくて、はい、ちょっとこう、はい、マットタイヤっていうのかな、オフロードタイプのちょっと見えるような、はい、四駆が履くようなね、はい、かっこいい、でそれに リフトアップしてるんですよ、リフトアップね、うん、見えるかな、いいよ、いしょ、こんな感じ、うん、とりあえず、はい、2センチぐらい言うてるけど、タイヤと合わせたら多分4センチ以上上がってると思うね。まあこれはだからちゃんと構造変更してんで。はい、うん、そうですよ。ちゃんとやってんのよ。そうなんです。違法改造じゃないけど。かっこいいよね。うん、めっちゃかっこいいわ。なんか後ろもそれで。ね。うん、後ろはこの。後ろはどうやって見せるかな。こっちやね、うん。そっち照らしてくれたらいいよ。これで。うん、はい。かっこいいな、めっちゃ、うん、好きや私こういうの、なあ、何インチか、何インチって分からんけど、タイヤのサイズですね、195の6号かの15、うん、15やな、15インチでこんなでっかく見えんやね、やっぱタイヤすごいな、うん、かっこいいわ、タイヤ標準が15やったと思うんだけどな、あ、そうなんや、だからそれにこのタイヤを入れてるっていう、はい、で基本的にはもう全部黒いところはマットブラック、うん、艶消しのねマットブラックでお茶入れに行ってもらって、悪いよな、言ったらあかんけど、うん、あの悪い意味じゃないですよ、いい意味の悪そうみたいな、マットブラックめっちゃ好きやね私、うん、多分綺麗にしてはるな、そう、あれはね、まあまあこんな感じですかね、でライト周り行きましょうか、うん、そうやな、電気周りな、はい、準備、あ、はい、はい、 LED のな、はい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 、こんな感じ、うん、緊張するやっぱり、まあこんな感じですね、で車内ですね、私今乗ってなんていうの、びっくりしたんやけど、めちゃくちゃ綺麗やね、車内が見てほしいですね、失礼、もう一度、よいしょ、よいしょ、まあこんな感じで、今回はねもう収納的な収納的な感じではなしで、メーカー周りがこうなって、中も綺麗にしてる、でナビで、これがエアコン周りですね、こんなとこにもあるんや、収納いいな、
で、私がめちゃくちゃ感動したのはこのシフトノブね。なんかこうこういうガチャガチャね、上下に揺らすだけなんですけどが多いけど、この方はこれになるんだね。この方は好きです。え、あー、ここテーブルついてる。テーブルついてて、これ携帯ホルダーですね。オシャンティーで、ここにもカップホルダーあったりとか、まあここにも収納ありますね。で、助手席側ですね。助手席側はここまた入れれて、ここにも、あ、これはそのままになっているのか、そういうことね。はいはいはい。で、ここが収納があって、で、真ん中にも、ちょっと荷物あるかあんまりですけど、ここに物を置けて、ここカップホルダーにもなっとってって感じですね。近所のな、犬は超えるから。聞こえてるかな。ちょっと触っとったかんと。これは何？シガー？違うな。あれ、あれや。USB みたいな。へぇ、で、ここにも、あの、USB じゃん。鍵。いや、鍵か。うん、鍵付きじゃん、いいね。で、バイザーでーす。まあ、バイザー。それはね。入るんで。で、これは、あ、やっぱり LED 変わってるわ。さすが。まあ、こんな感じですね。やっぱり、あの、カップホルダーがやっぱり突き出してるから。うん、そうそうそう、うん。いいよ。ここにもすごいねんから、この、すごいですよ、これ。めっちゃすごい。キーレスとかも全部付いてるからな。そう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 。めっちゃ新しいって感じ。バンじゃないような、もうほんまにね、全然バンじゃない感じがしますね。後ろはな、はい、ちょっとあれ、これやった、あ、やりますよ。後ろはちょっといっぱいやからな。はい、荷物ない、荷物あるので。このゲートは、うん、これはまあそのバンやから。おー、すごーい。荷物とかは最適やね。これへんな。うん、あれだって2列目倒したら自転車とかも詰めるって。そうそうそう、なってるもん。めっちゃ綺麗に塗ってくれてるもん、中も。でもこれほらやっぱり、はい、このバン、うん、タイプやんか、うん、だからちょっとその舐められるっていうの、うん、そうかな、うん、だから後日ちょっとこのマフラーとか、あ、言ったことあるよ。なで、このちょっとカスタムね、カスタムをしていこうっていうな、はい、その動画をまた。そうなんですよ。ただ、はい、1個、1つ、うん、なんていうの、一緒に同時にやらなあかんやつをやってないやつが、うん、このラテラル付きっていうと、この斜めのこのバーが入ってるやつ、はい、あ、これか、うん、これを高さを変えると、はい、その下その下、あ、これか、うん、こっちか、うんうんうん、高さやっぱり変えたりするとな、はい、こうデフが、デフいうかこのフォーシングがちょっとずれるから、はい、そういうのもちょっと修正していかなきゃなと。おお。まあ2センチ、はい、まあ2センチじゃないと思うけど、いい、上がってるのな、いい、ね。もうちょっと上がってると思うけど。はい。すごいね。うん、やっぱりちょっと上げたらな、その辺ぐらいかな。はい。まあカスタム予定はあるので、うん、皆さんちょっと交互期待で。だからちょっとほら、煽られる人はここに、はい、こんなちょっとこう、こんなマークとか、こんなこう、こうな。分からんで、多分こんなマークとか。あかん、ね、ようあれやん、そのまあ言うたら家紋じゃないけど、空手とか、うんうんうん、なんやこう舐められへんステッカーなんかない、貼っといて募集する、作る、あ、俺のゴリラの絵描いてあの意味大丈夫じゃん、うん、まあまあ次、エンジンルームですね、行きたいと思います。次、うん、綺麗だね。なんでこんな綺麗な？もう距離薄かって。うん。オッケー。はい、こんな感じですね、エンジンルーム。で、基本的にプロボックスは強いやんか、社長。うんうんうん、やっぱこの方になっても強いんかな。強い。もう30万キロとかでも全然走るやん。そうそう、燃費はええし、故障は少ないし。はい。うん、いやね。めちゃめちゃいいと思うよ。ただちょっとエアコンのこのシステムがやっぱりちょっとコンプレッサーが新しいコンプレッサーになってるから、うん、はい、ね、うん、カチンというそのマグネットクラッチの回りっぱなしやねんな、はいはい、まあ音は変化するけど、うんうん、ちょっとだからかかった時にちょっと今までと違う、はい、ちょっとミーみたいなそうそれぐらいちゃうかな。思うで、私なんか実用性もあるし、うん、カスタムしてもこうやってかっこいいし、でハイブリッドいらんで、と思うわ。だから
普通に、まあ、昔のカロバンもそうやけど、うん、カロバンの変化みたいなもんやからな。でこりゃ、うん、まあまあ中紹介ですね。まあ、大体みんな知ってはると思うけど、バッテリーエアクリここね。でこれこれ何なんやろな、書いてある。ヒューゼリレーとヒューズって書いてある。ほんでこれがラジエーターか、液入れるとこな。はい、ラジエーター液ですね。サブタンク、これがサブタンクで、これがエンジン、うん、あれ見るやつね、うん、オイルゲージか。でこれがオイル入れるところですね。でこれがブレーキフルードで、ウォッシャー、マクラガスのいうとこか、うん、ここクーラーガス、ここだとこね、なんか整備性はええからな、はい、めちゃくちゃ良さそうやな、うん、なんかベルト、いやベルトはだやろ、ちょっと難しいかな、簡単かな、まあまあ簡単だった。わー、うん、いい感じですね。球も買いやすいし、ええー、でこれ困らんねもう変えてるけどな、まあ、変えてるけどな、変えてるけど、この隙間があるだけでどんだけ楽、うん、まあめっちゃええ車やな、こりゃ好きやわ、まあ、あとこういうのがついてな、ホグとかな、せやでつけていかないな、まあまあ、どっちか言うたらあれやな、アウトドア系じゃないな、なんていうの、あの系なんていう、カスタムの仕方、何はい、サーフとかさ、あんな感じのイメージある、系統なんていうかな、ハイラックスなりやん、サーフ、まあ、あれはあれやろ、山とか、あ、そう、オフロードオフロードやけど、そう、まあ、これはちょっとまたもうちょっとちゃうけど、そういうなんて競技、はい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 、ドロドロのところとか、はいはいはい、ジムカーナとか、ジムカーナじゃない、ダートレーね、ダートレーか、そうそう、まあまあまあ、まあ、かっこいいわ、こんな感じでね、これからまだまだ進化する予定で、動画もアップさせてもらえることになってますので、よかったら皆さんも楽しみに引き続きお願いします。ではどこら辺かなではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね、バイバーイ。